ぬりぬりちよいしょ。こんばんは。久々にあれしたね、ここでショールームスタートした。めっちゃ久々帰ってきた。ただいま。静かって、いやこれが普通だから、昨日異常だから名古屋から何日ぶや、2泊してたから向こうに。ただいまです。帰ってきたよ。ただいま。お土産何も買ってない。昨日はねほんまにねちょっとレベルが違うぐらいやばかった。いつもの背景でホッとしますかこんばんは、アホです。公開録音終わって帰ってきたの。昨日はね多分めっちゃ洗った。昨日ねなんか大須商店街ってとこに行って、そうめっちゃ楽しかったの。たな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 。そう。本当だ、書いてあるね。翔子とリサと花3人がね USJ 行ったの。そう昨日ねだからショールームの後にあの BPM を見てたんですよ。そしたらねえ3人3人じゃんか。向こうも3人大阪組で、花と翔子とリサ3人が同じホテル3人で、この前のアンとひとみみたいな感じで、なんか大阪でお仕事の後に次の日がオフだったから残ってあれしてたんですよ。で3人が今回残って、そうでなんかミーニャはハニシナがあったから帰ったんだけど、で大阪組の3人は大阪残ってホテル自分たちでユニバのね多分近くで泊まって、ユニバのそうたんですよ。でその後に USJ に行ってて、でだからあんたちも名古屋3人だったから、そう三だったの昨日夜ね。名古屋3人大阪3人だったから6人で、昨日ずっとテレビ電話を1時間半弱ぐらいねテレビ電話しました。昨日の夜面白かった。そうあかりさん、あかりちゃん誕生日おめでとうございます。お誕生日おめでとう。素敵な1年にしてね。そうあのテンションで、そうでもなんかもう途中アンが疲れちゃって、もうアンはテレビ電話なんかしてる途中に一回お風呂入ったの海ちゃん今日ありがとうね来てくれて。えもうなんか結構テンション高いまま、なんか翔子に翔子の醤油が大好きです翔子のこう、あ違う醤油が大好きですじゃない、翔子の醤油がなんちゃかんちゃで、なんか翔子のこうコアラのマーチが大好きですみたいなやつを翔子にやったりしとった。そうやってた。いやもうほんま昨日疲れたけんね、
しかもなんかあの前になんか夕方ぐらいに大須商店街に行ってたんですよ。でなんか普通に3人でなんかいろいろ食べたり食べ歩きしたりしたり、なんか手羽先とかを買ってきてホテルで食べたりしてて、そうで、なんか結構遊んだ後なのに、まあ、逆に楽しくってあのテンションで、聞いてて疲れたでしょみんな。そうね。でその後ショールーム終わって、で、まあ、BPM 見よって見ながらなんか向こうの3人と電話しよった。そう、大人っぽくなった本当に。そう、なんか修学旅行、離れた修学旅行みたいな感じでした。神回やった。本当一人だとまあ静かだからね。やばいよね。仲いいですね。大阪と名古屋でずっと何してたの、何の話してたんだかわかんないけど、でもなんかあんま別に大した話をしてないから覚えてないんですけど、そう。でその後普通に USJ に行って、アラは次の日公開収録だったので今日で公開収録終わって帰ってきました。楽屋あんな感じの時もありますね。マリーナちゃんありがとう。川の字で寝たの。うん、なんか最初のんのがもうお風呂入るって言って帰るって言って、自分の部屋にのんのが帰って、その後ひとみも帰るって言ったのになんか帰らなくって、でなんかあの部屋にひとみはあの後15分ぐらい結局いて、でなんか帰るって言って帰ってって、したら2人とも寝落ちしたそうです。でもアンはもうお風呂入ってたから、テレビ電話してる間に入っちゃってたから。そう、でもだからショールーム終わって2時間ぐらいは多分アンの部屋にみんないたかなっていう。でも1人で寝た。でも今日ね朝遅かったんですよ。そう、めっちゃ騒いでたからね、元気だったからね。あらしいね、アタック25でイコラブね、びっくり、すごすぎる。のんのの写真可愛かったでしょ。のんのあんまし撮らせてくれんけんさ。そう、めっちゃレア。え、てか東京寒くない、なんか東京寒ない。今日朝から前髪切ったね。日本シリーズアンリサ対決、それな。こっちも寒いよ。夜は寒い。え、めっちゃ寒いんだけど。え、あ、ホテルでさ、あ、なんかホテルで付き取ったんだけど全然寒くなかったんだけど、びっくり。え、名古屋で全然寒いなんて感じなかった。あ、夜はちょっと寒かったけど、でも今すごい寒いんですけど。寒い。なんかね、そうリサと対決じゃんかしたね。なんかねリちゃんからね急にね、なんか絶対勝つけんってね LINE 来たの。け、何のことと思って。そしたらカープ対そうホークスなんかだしになったのを多分あれして LINE してきて、なんか全然いつも野球のこと話しても反応してくれないのに急になんか勝つからみたいな言われて面白かった。絶対興味ないくせに急にね言ってきて、そう面白かった、可愛かった。でもまあどっちもねそりゃ強いから
どっちもが強いからね、日本シリーズに来たわけだから、そんなね、どっちが勝ってもおかしくない。まあもちろんカープ応援しますけど。そうなんですよ。そう、地元のし、そう、お互い地元チームなのでね、初見です、ありがとう。そう、でも正直西武だったら西武ドームがあるから、ちょっとワンチャン見に行けるんじゃないかって思って、ちょっと西武応援してた部分もあったんですけど、なんかこっちじゃん、関東よりじゃん、だからでもちょっとホークスの地元となると遠いので、結局カープよりいけないんですけどね、どっちも遠いっていうね。理由は自分が見に行ける理由埼玉だろ、だ埼玉だったらまだ見に行けるじゃん、松田はちょっと遠いじゃん、だからちょっとどっちも西、くしゃみが出そう、ね、そうなんだよね、なんかさ、リーグで優勝してもさ日本シリーズに出れないっていうところ言うのがね、あれなんよね。ミクミクさん、最近小籔好きになったって嬉しい、寒い、カップ優勝、優勝はしたいけど、日本シリーズでも日本一になってほしい、やっぱり。いつもね、日本シリーズではちょっと勝てていないのでね。でも巨人とのあれですね、ファイナルのクライマックスのファイナルシリーズでは結構もうね、全部ちょんちょんトントントンと勝ってくれたので、カープはこの調子だと結構強いんじゃないかなと思って、頑張ってほしいですね。でもパリーグさん強いんですよね、結構。何年ぶりになるんだろうね、日本一になったら。いやーちょっと有給取って見に行くしかない。いや本当にね、本当に。いつからですか試合、いつだろう、わかんないけど、34年ぶり、サッシー、インドネシアから、ありがとう、トト、レナキュン、ありがとう34年ぶりはやばい、一人で盛り上がるしかないですね。また野球、野球言い出すね、アンがね、やばいね、34年ぶりって。なんかそういうの全部34とかさ、345とかさ、34番だったらさ、指原さんのこと思い浮かぶんじゃう、お前言っちゃうんだよね本当に。黒飴さん嬉しい、みんななんか最近コラボが来てますって言ってくれる、嬉しい。アンリサで実況配信バチバチしながらしますかそこまで絶対バチバチしなさそう、あるある。試合いつだろうみたい。そう、なんか指原さんのソロコンの DVD 欲しい、絶対欲しい、見たい、ずっとね。てかめっちゃさ、ジャケット写っていうのかな、めっちゃ可愛いですよね、表紙めっちゃ。今日のリーダー大人感、確かに自分で確かにっていう。まだね見てないんですよね。メイキングにより映ってたの？ウケる、それは。パパちゃん。え、僕らの性格クリスマス。え、イコラ映ってた。って。
ハニシナ行ったんだって、アサピーさん、あ、見んやのか、そうよね。でも多分見れると思う。結構48グループさんのなんか DVD とかいただくんですよ。46グループさんと48グループさんの勉強しなさいって。そう、なんかスミーさん、スミーちゃんかな、嬉しい、ありがとうございます。ね、ハニシナまだ受け取ってないんだよね。そう、まだ来てない。早く来ないかな、パーカー早く来たいな。あら、さゆには嬉しい。そう、だから指原さんのも欲しい。ハニシナね、パーカー売り切れたってアンナゲットしたから早く着たいな。何色、ベージュにしました。そう、なんか黒とか白とか結構パーカー、まあ、黒とか、まあ黒白が多いからあんまベージュないからベージュにして、なんかミリニャにアンは白かベージュがいいと思うってミリニャと一緒に選んだから、そう、ご本人様とそう、でもサイズ全部フリーじゃけんね、あれ。嬉しい、ダンス好きっすって、クラーミさん嬉しい。ワンピースは買ってない、あ、中に。そうね、タイでね、指原さん見た、 HKT さんのさ YouTube のあれに載ってましたよね。見た、あれ、ヘアさんお世話になってる方映ってたそうそう、あ、ヘアさん一緒やと。白はそう汚しちゃう。名古屋でね、汚さずに食べれたよ、ちゃんといろいろ。映像倉庫の宣伝みたいね、思った。そう、カップリングを出すのが取らんといけん。あ、でもね、多分もうちょっとしたら取れるかな。いつ出せるだろう、わかんないけど、すごい、なんかダンス動画を出してからカップリングを待ってるよって結構言ってもらえるのはすごく嬉しいので、そう、出したいと思ってます。っていう感じですかね。見たい、指原さんの DVD。 めっちゃ名古屋でね、いろんなもん食べたよ。めっちゃ食べた。なんかやっぱ2泊3日いると、なんかいろんなレストランっていうかお店行けるから、そう、もうね、食べたよ結構。名古屋満喫しました。なんか何食べたいって言われても、今日は今日の昼なかったから、うん。この船の帽子はメンバーで、そう、決まってる。カーキじゃない、なんだっけ、青っぽい、ブルーの子と白の子。手羽先と、ね、何食べたっけな。そう、福岡は日帰りだったから食べれなかったんだけど、あんま、名古屋は2泊だったから、なんかいっぱい、何食べたんだろう。1日目は山本屋さん、お昼は山本屋さんに行ったでしょ。で、1日目の夜は手羽先がすっごい美味しかったかな。そう、とかいろいろ食べて、で、次の日のお昼何食べたんだろう。あれだ、なんかね、美味しかった、カレーうどん食べたカレーうどん、なんか揚げ餅が入ってたりして、でも食べきれなかった、瞳とかなんかみんな結構食べきれなくて、そう、でも瞳は違うのにしたから、そう、ちょっと食べてもらったけど、それでももうちょっと食べきれなかったんだけど、カレーうどんを食べました。なんかいおりが、まあ、名古屋最後の日だったから、いおりは違うスタッフさんと東京に帰ったんですよね。そうだからなんかいおりがじゃ食べたいものでいいよって言って、何が食べたいって言ったらカレーうどんって言い出したからそしたらなんかちょうど近くにあったから、そう、これ指原さんにいただいたやつ。そうそう、そう、衣装めっちゃガードして、もうパーカー着て全部あれして、スカートも全部ガードして食べたから大丈夫です。
なんですけど、もうイオリね何食べたいって聞いたら全て麺類なのね。そうだからイオリはちょっと帰っちゃったのね。イオリさんに食べたいものを聞くとそれを食べたいって言っていた。いやなんだっけ、なんか名古屋にさめっちゃ辛いラーメンかななんかあるの知ってる？なんかそれが食べたいって言って、その一緒に帰ったスタッフさんとに食べたいって言ってて、食べたのかな結局わかりませんけど、食べれたのかなんて言ってた、台湾ラーメンかもしれない。そうでもあんは絶対やだって言ったんだけど、台湾ラーメンかな、なんか2個今候補があるね。味仙、え、わかんないどっちだろう。そうそうそう、それを食べれたのかわかりませんが、これ RMK です。辛いのダメなんですよ。もう今あんはあんはって言うから見てないから大丈夫。さくちゃんやっほー、辛いのほんまにダメなんよね。でアンラーはだってまた言っちゃったね。でなんか今日はまあ11時ぐらいまで配信します。でその日だから昨日の夕方はなんか大須商店街に行って、なんかあれよ食べ歩きみたいな、食べ歩きまではそこまではしてないけどしたかな。何食べたっけ、なんかあれ知ってますか、唐揚げ、有名な唐揚げ食べた、すごい美味しかった。なんていうとか台湾かなそれも。なんかそれがなんかすごい持ってたんですよ、なんか街を歩いてると。だからなんだろうって思ってて、唐揚げっぽくないって話してたら、なんかのんのが待ってそれテレビで見た有名だってなって、そうそう春さんが書いてるやつ有名、そうそうそう。でそれをなんか食べた、3人で一緒に食べて、でなんかそれもなんか辛さ決めるやつがあって、なんか辛くない1、2、3みたいなあって1にした。あんが1 か辛くないのがいいって、まあみんなもう瞳も辛いの食べれないからなって、じゃあ1にしようってなって1にしました。そうなんて読むのそれわかんないけど、それを美味しかった。それと本当はタピオカ目当てで行ったんですよね。全然辛くなかった、美味しかった。 D さんかな、そうそれです、食べました。ファミチキコメント多くないそう、アンと瞳が辛いのダメなんですよね。嬉しい、アンの配信見ると安心するだって、嬉しい。チーズドッグ美味しいよ、チーズドッグ一つが大きい、うん結構大きかったけど。でそれを食べ、それとかなんだろう、あとトルコアイス食べた、あとお団子、まあ全部そのお団子も3個ついてて3人で1本食べたりして、そうそう全部みんなでシェアして食べました。そうでもね、あのねトルコアイス食べたんよ。そうあん人生2回目トルコアイス食べたんだけど、あんがあんとひとみがバニラ食べて、のんのがチョコ食べたんだけど、トルコアイス流行ってんの？いや分かんないけど、なんかねトルカイス本当ですよ食べたの。今日ね公開録音のでも話してたんですけど、トルカイス美味しいね、伸びるやつ。そうそうなんかねくるってすごいやるんよ、あのねこうやってこうやってこうやってなんか渡してくれんの、なかなかそのお店の店員さんがトルコの方なんかななんだけど、こうやってこうやってなんかくる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 ってやって、なんか全然渡してくれんで、こうやってやっと渡してくれたと思ったら、なんか鼻にこうやってプチュってつけようとしてきて、あんのめっちゃなんか遊ばれてそう
そう、面白かったよ。こうやってこうやってやって、でずっと真似しとった。ま、あ、ずっと真似しとったじゃない、ずっと動画撮りよって。すっごい美味しい、あれ大好きやん、トルコアイス。うまみ。ひなちゃんサインボール撮った。あ、リプ見たよ。うみちゃんもよね。嬉しい、嬉しいよ。3個書いたけんね。あ、じゃけん3人とも自分のボールが誰に行ったか知ってるわ。リプ来てた。めっちゃね、遊ばれました、店員さんに、3人で。でもすごい優しくって、最後もバイバイって言った。したら、そう、またねって言った。またね、バイバイって言ったの。そう、美味しかった、本当にトルコアイス。また食べたいな。でその後なんか手羽先とか味噌カツとか、まあでも少量なやつでなんか頼んで食べて、なんかそれをなんかみんなでシェアしてちょっとずつ食べて、美味しかったです。結構ね、昨日めっちゃ食べたの。そうだから今日は別になんか何食べました、今日の何食べました報告は特にないんだよね。そう、特になし、今日は。だから今日の食べ物は、あの別に新幹線でも何も食べてないしね。え、トルコアイスが美味しかった。あと手羽先、手羽先でも、てか名古屋って味が濃いくない？え、感じたのあんだっけ。てかでもみんな3人とも言ってたんだけど、なんか全体的にすごい味が濃い気がする。味噌だからかな。でもすごい美味しかったです。やっぱ濃いって聞く。カレーうどんとかもすごい味濃くってめっちゃ美味しかったんだけど、なんかもうほんまに手羽先とかもめっちゃ味濃かった。そう、なんかしかも、まあ、今日のなんかでも何公開録音ので話したからちょっとあんまり言わないちょっとだけにするけど、なんかそう、そのね、昨日スタッフさんがお小遣いくれてなんか行ったんですみたいな話をしとって、なんかスタッフさんもおったけど、そうなんかまあみんなで食べてて、そう何でもいいよって言われるのいつもね。でなんか今日そのスタッフさんがお小遣いくれてみたいな話をしたんですよね。お小遣いっていうかまあ普通に何でも食べていいよってまあ言われてっていう話なんですけどね。それの言い方でお小遣いをくれて、スタッフさんがお小遣いくれたんですみたいな今日話をしたら公開録音だったんですよ。そしたら、え、もしかして伊藤さんみたいになって、そしたら、あ、はいみたいになって、すごいなんか伊藤さんがいじられてた、パーソナリティさんに。そうでも伊藤さんので、しかも撮影 OK で、なんか伊藤さん出てきてっていう、なんかそのパーソナリティさんに言われて出てきて、なんか写真多分撮られとって、でもまあみんなあの写真載せないであげてください。わかんないけど有名人やからさ、ちょっと伊藤さんね。そう、サクさんありがとうございます。でもなんか伊藤さんの話が一番盛り上がってたんじゃないかってくらい。でもみんな乗せないであげて。そうそう、あげてないよって、優しいね、あぶれないか。楽しそうだったって伊藤さん。そうねえ、でもさ、なんか大阪とか名古屋に多分来てくれた方が今日ミリニアのハニシナ行って、しかも名古屋に来てくれた方とかおったみたいで、びっくり。何人かかな、わかんないけど、とか大阪行って東京に行ってくれた方とか、名古屋行って東京行った方とか、逆に東京から
来てくれた方とか、なんか大阪、名古屋、東京の3つをすごいなんかみんながこうやって行ってくれて、すごいすごいなんかいっぱい遠征してくれてありがとうございますっていうね。そうすごいよね、本当にありがたい。みんながいろんなとこ来てくれて、今日のハニシナどうでした？みんなみんな安定の可愛かったけど、可愛さだったけどね、本当にありがたいですよね、本当に本当に。全国回りたい。さや姉さん、タクシーしてた。あいっぱいさや姉さんの結構なに、あのさ、何回ね、あれヤフーニュースとかで結構ね、めっちゃ全部読んだよ。ハニシナ名古屋組はおはしさん、しょうさん、ゆうやんかな、だって3人来てくれたんだ、やば。そんなにありがとう、本当に。そう、最後まででも私たち入れなかったんですよ、公開録音。だからアンラーがボールを投げたわけじゃないんですよね。誰が投げたんだろう、どなたが投げてくださったんですか、スタッフさんですか。なんか私たちだからサインとかメッセージだけ書いて、そうボールはお預けしたんですよ。どうだったの、公開録音の方に来てくれた方。そうそう、だから私たちは投げてないんですよね。ハニシナポン、あ、行ったの、ポンポンも今日。いや伊藤さんは違うね。あ、パーソナリティの、あ、めっちゃ面白いですよねめっちゃ面白いですよね。すごい、でもイコラブのことすごいね、すごい、なんだろう、思ってくださっててすごい優しいんですよ。すごいなんかラグーナにも来てくださったり、なんだろう、すごいね、なんかすごい褒めてくださって、すごいイコラブのイベントはなんかライブが楽しいって言ってくださって、なんか知らなくってもすごい楽しめるってすごい褒めてくださって、すごい優しいんですよね。そうサインとかもねめっちゃ買い貸してもらって、なんかロッカーがあるんですよ、そのパーソナリティさんの。そこになんか本当は多分書いちゃいけないけど、すごいなんかここにはすごいちょっとのアイドルしか書いてないんだよって言われて、書いてって言われたからありがとうございますってなって、そうすごい嬉しかった。ライブがいいって言ってたわって、ね、そうなんか次の善悪も小悪も行きたいって言ってくださっててそう分かんないけど、そうめっちゃ優しいですね。選ばれしアイドルやったそう NGT さんとかもねあったよ。来週は厳しいらしい。あ、そうなの、うん、の悲しいね。そうよ、また来週も名古屋よ。でもその前に定期公演もありますけどね、定期公演であれして、でもその日はいおりさんがいないんだよね、定期公演はね。名古屋はいるからね、名古屋全役です。いつもお世話になってるエアポートウォークですね、あのなんかなんだっけ、ウルトラマンみたいなでっかいね置物、置物じゃない、なんか人形がねめっちゃ見つめてるんだよ。めっちゃ名古屋行くやん、めっちゃ名古屋行くやん。善悪あるよ、みんな名古屋待ってるよ。第一連かな、あ、待ってるよ。関東の善悪はどこ、え、わかんない、幕張名古屋ね、名古屋結構行けます、もうちょっと分かってきた
大阪と名古屋だね。え、ポンポン来てよそうね、名古屋のステージはあんまり大きくないから。でもそう、そっか、でもエアポートウォークは名古屋じゃないのか。でもね、遠征楽しいですよ。でもこんなにさ、イコラブ入ってなかったら正直さ、まあ別に東京にさいないしさ、大阪だったり名古屋だったり福岡だったりとかいろんなさ都市に行かないじゃないですか、なかなか。ここまでだからすごい楽しいなって思います。なんかまあ東京、広島にいた時はさ、そんな年に何回もさ別に地方に出ないしさ、普通にね、全然広島にずっといたし、そんな東京とかにも行かないし、だからなんかこれはそう、アイドルならではだなって。いろんな地方に行っていろんな美味しいものを食べれるのはすごい嬉しいなって思いますっていう感じですね。そうよ、パリとか、いや絶対やん、パリとか行ってなかったよ。まあ、台湾は分からんけど、でもパリも台湾も絶対行ってなかった。だってあん海外にあんま出る気なかったもん。日本好きとか言ってて別に海外にそこまで興味なかったもん。なんか行きたいって思わなかったから。そう、でもね、まだあん北にあんま行ってないの。あん北海道も行ってないし、福岡だったからこの前。だからちょっともうちょっと北にもね行けるぐらい頑張りたいですね。でもほんといろんな地方にやっぱ行けるぐらいになりたいなって思います。でもあんも飛行機あんま好きじゃないんですよね、耳が痛くなるから。海外行きたい、うん、まあでもやっぱ楽しいよね海外は。大変だけどやっぱ海外は大変だけど、やっぱりなんだろう、全然なんか違うし、ワクワクするし楽しいですよ。でもなんか毎回パスポートの時なんかドキドキする。あ、大丈夫かなってでもなんかパリの時かな、なんかすごい陽気な方だった。なんか、おう、行ってらっしゃいみたいな感じだったそうそうね。でもイコラブに入ってから新鮮な新しい経験をたくさんさせていただいてますね。シンガポールね、行きたい。確かに、どこ行きたいかな。でも今韓国とか行きたい。韓国とか、でもなんだろう、アジアじゃないところもね行きたいけどね。やっぱでも遠いとね、ショールームが大変なんですよ。ハワイ行きたい。あ、海外行ったことなかったからね。香港ね行きたいね。そう、海外に行く端子はショールームが苦労することそうそう、韓国で韓国コスメね、そう買いたい。グアム行きたい。イコラベじゃなかったら今頃何してただろうね。自分でも分かりません、想像がつかない。なんか別にアイドル以外目標がなかったから、やばいね、何してたんだろうね、ちょっとよく分かりません。そうだよね、とりあえず広島でライブ。それな、でも今回の名古屋のミニ握手会でも広島残念だったねってなんかすっごい言われるの。なんかそんなに広島来ようとしてくれてた方がいたんだって思って、え、マジでなんか泣きそうになって、なんか嬉しかった、すごい。なんか全然なんかあんまりなんだろう、知らない方っていうか結構初めましての方でも、広島ね行こうと思ったんだけど残念だったねって結構ね自分が思ってたより言われて、なんかすごい嬉しかった。なんかこんなに広島に行こうって思ってくれてた方いたんだって思って、ちょっと舐めてた。絶対広島みんな来てくんないって正直思ってたから、あーでもこんなに来てくれてた、来てくれようとしてたんだって思ったら、なんか余計悲しくなっちゃう。なんか最近、うん、なんか、あー、あの日に行きたかったなって思いますね。さすらいさんもありがとう。そうだからなんかもうそれがすごい嬉しくって、でもなんか逆にもうまあポジティブで行こうって決めたのでね、まああれですね、
なんか次行ける時はもうなんか自分的には結構なんかやっぱ台風で一度流れたというのがやっぱ広島はあるので、なんか東京じゃない、なんか結構レアな感じにできるように、イベントにできるように、なんか案ができることはして、なんだろう、案を頑張りたいなって思うので待っててください。広島に行けるときはついてきてください。皆さんよろしくお願いします。ね、広島でやりたい。埼玉って実は広島だよ。ん？どういうこと？ハートありがとう。ね、5枚目シングルで。でもまあ4枚目で行こうとしたってことは、まあ5枚目でワンチャン、まあ、行けると思うから、わかんないけどね。それは。でも、頑張りたいと思います。でも本当に今回名古屋でプロモーションって言って、1日ずっとラジオとか、本当にね、本当にたくさん回って、ラジオとか、まあ、生出演のテレビだったりインタビューだったりコメント収録だったりたくさんさせていただいて、本当にね10個以上10個を超えるぐらい多分たくさんいろんなのに出させていただいたので、これからいっぱい出てくると思うので、この4人のラジオとかが本当にいっぱいあるので、すごいやっぱそうやってプロモーションでたくさん宣伝させてもらえるのはスタッフさんがたくさん頑張ってくださってるので、すごいありがたいですね。いつもタワーありがとうございます。タワーちなむさんありがとうございます。ちなむさん、あ、この前の書いてない、ちょっと待って、のぶさんとあばれないくん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。そっか、さあちゃんもショールームしてたもんね。会ってないな、名古屋組以外に会っていないぞ。何日会ってないだろう。3日間会ってないですね。あゆえお作文の暴れないくんだ。すごい記憶力覚えてますよ。めっちゃ歌ってたな、サナ。そうなの？歌ってたの？サナの美声が響いたということか。熱唱してたよって。ショコリサハナ、好奇心くすぐられまくりでした。ゾンビ様には続々って。フラッシュ撮影でハロウィンしよう。リサだけ目光ってないし。ねえ、かわいい。みんなピンク白赤、まあリサピンクだろうね。あ、リサアント、これおソロの靴で行ったのかな。アントおソロに持ってるやつ、かわいい。3人ともいいですね。 USJ はやっぱり私のここも USJ です。瞳と言った、USJ はすごく楽しかったです。本当に本当に。あさってイコタイム、そうそうそう、っていう感じですかね。そうですね、あさって、うん、24、あれですよね、あの横浜トレセンにね、また出させていただいたり、他にもいろいろあるので、これからも皆さんよろしくお願いします。何がやねんってね。東京ディズニーランドに全員で行く計画はまあ結構無謀な計画ですよね。分かってます。
まあなかなか難しい。まあ気持ちだけは、気持ちは大事。まあでも気持ちですねそうですね。ミコラブめっちゃディズニー行くやんって言われるからね。ランドは無理やな。まあランド C に限らずなかなかね、赤崎に全員で行く計画は遠慮しとくし、ちょっとねさすがにね難しいよね。ねねねねねてててててててん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 。あ、海外のディズニーなら確かにありだね、行けそう。海外行った時にもう行きたかった。この前台湾だっけパリだっけ、パリか、パリに行った時行きたかった。でけん招きさんかな、招きケチャさんがディズニー台湾じゃないパリの行ってらっしゃるの見て、私たちはみんなスタッフさんに、イコラブも行きたかったってめっちゃ言ってたそう、行きたいですね。土原さんとさみくりんさんが行ってらっしゃったやんかね。それももうアンはダッフィーとジェラトーニとステラルーとシェリーメイのもうね4人がもうね大好き、もうかわいい、癒し癒し。だからのん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 のお家に田中さんあるじゃん、田中さんのダッフィーバージョンがいいダッフィーバージョン女子だなって、女子でしょ、そう女子だから4匹もいた。そうみんな好きなんよね。あそうでも新キャラ出たよね、でも日本にはいないんだよね。あのサイズいくらするだろうね、まあ、ないしね。しかもワトソン、ワトソン、いやワトソンもかなりでかいから普通に多分だから、でも可愛いよね、大きいの欲しい、大きい大きいダッフィー、田中さんぐらいのダッフィーいたら幸せだな。でもね5000円ぐらいじゃ絶対買えないよ。だってあれがあの子通常サイズ、一番普通のサイズの子が3000円ぐらいだから、結構する。でもそんな大きいのは売っていない、悲しいよ。あジャロの大きいのも可愛い。一番大きいダッフィーが5万円ぐらいするんだって、高でもステラルーも好き。でもステラルーはねないんだよね、そんなやつが。ステラルーちゃん、でもステラルーちゃんコーデをしたいなって思ってる。怖くでステラルーちゃんの耳をつけたいなって思ってます。ディズニー好きだから。なんか包まれたい、その大きな人形に。あそっか、あかりの家に大きいジャロちゃんいるよね。ダッフィーぬいぐるみ L サイズなんだ。じゃあアンが持ってるのは S サイズなのかな、わかんない、わかんないけど。ジャロ見ないね、さっき見せたよね。ジェラトーニだけは持ってないの、そうお人形さん。そうベッドの上にダッフィーと、ダッフィーとシリーメイとステラルーと、あとなんか生誕の時だっけな、コアクの時のお花になんかミッキーがついてて、ミッキーちゃんとミニーちゃんがいるから、アンのベッドの上は上はディズニーの5体のお人形さんがいらっしゃいます。田中さん、じゃあもし田中さん買ったらアン何さんにしようかな。でもちょっとあれは巨大すぎるんだよな。ジェラトーニ今隣にいるの、あもう見えてる。ラン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 
落ちない、落ちないよ。山根さん、さっきから山根さんコメント多いな。アンガールズさんかな、一緒に寝てるの。まあアンナの頭の上に座ってるって感じかな。今来た、いらっしゃい。青なぎためさん、ハートありがとうございます。寝るとこ狭くなる。でもなんか一緒にこうやって寝たい、抱き枕みたいにして寝たい。田中さんの言い方で矢吹さん面白い。なこみくさんね、ジャンガ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 、抱き枕いいよね。ジャロスケ、この子、いやこの子もっと安いから、1000円もしないから。この子お手頃価格でご購入しましたそうでも田中さんレベルはねやばい。でもやっぱ欲しい。なんだろうね、人形って癒しを与えてくれるんだよね本当に。さダイソーのね1個上ぐらい確か、そんぐらいですね。でもパンダ持ってくれてる方いたらねすぐわかる。マシャさんの人形売ってたら買う。何の話やばいでしょそれ。じゃあ逆にアンナの人形売ってたらみんな買ってくれんの怖くない？ちょっとアンナの人形って等身大の人形ですやだわパンダ見たらあんちゃん思い出すようになったもん。嬉しい。ブレミー、そう 148.6cm ぴったり。等身大、怖い怖い。だって買う買うってめっちゃ買うって、めっちゃ買ってくれるやん。100体買う、ほんまやねいやいや等身大、等身大パネルはありましたね。パネルじゃないよ、もうねほぼもうアンナのもう心とか脳みそとかはない、もうただの綿でできているアンナでも、もうほんとそのまんまが来るんだよ。どうする、怖くない？ちょっと一番さ案が安いかもしれんよ12人の中で。さかちゃん初見ありがとうございます。誰が脳みそはもともとや、おーいだってさ一番背が高い子が多分一番高いから、綿とかちょっと多めだから多分瞳とかよりとかちょっとお値段高め。まあでもアンとかナータンとかちょっとちっちゃい子たちはお値段が少し安めですね。はい、材料費の問題ですっていうのどう思いますかそうアンナちょっとお値段お安め。花ちゃん高そうってどういう意味、なんでなんで、身長普通ぐらいやない。あでも高い方3番目ぐらいか。アンナちゃんお手頃サイズ、お手頃価格のお手頃サイズです。材料費コスパいいわ、本物がいい12セットで買う、いいねいいね。材料費お安くしとくよアンナなら、ぜひ買ってね。1体500円、安くない？売れなさそう、マジで動き出しそうで怖いわ。即買いする受ける。600円までなら買う。6000人超えた、ありがとう。遅刻なる、あー受ける。本物で我慢するって一つは本物混じってますっていうのにする、意味わからんや。すごい疲れてるジャロスキに。モンチューの絵で作ろう、あれねめっちゃ可愛いですよね、あのモンチューの。車の助手席に乗せてください。痛い。やめて。絵なら買う。アンナの絵？どういうこと？
そうだよみんな、明日から月曜日だね。今日で休日が終わっちゃうよ。お疲れ様。っていう感じでそろそろ終わりたいと思います。終わります。お姉さんっぽいって柳瀬くん、大人っぽいって、おー今日大人っぽい。アンナは多分服装でね全て変えられる人自分で言う、あのね変わると思う。終わるね。順位読むね。13位セイタ、12位大阪さん、11位なんちゃらおじさんさん、10位てつさん、9位けんすけ、8位宮城のたかさん、7位がゆかりん、6位がいとこんさん、5位がポークたまごさん、4位がタケッチさん、3位がレグルスさん、2位がサシナユイさん、1位がチナムさんです。ヘイフォー、ありがとうございます。確かに服で印象変わるだって。いやこれが平常運転なんで、私昨日は私は平常運転だったけど、おかしな方が、まあ、佐竹のんのさんがちょっとおかしかったので、まあいつもなんですけど、それもそれで平常運転なんですけどね。でも面白かったですね昨日はね。あ、ショールームのフォロワーさん1万39人になってる、嬉しい。1万人突破、イエーイ、ありがとうございます。毎日ちょっとずつ数えるほどかもしれないけど、ちょっとずつ上がってようやく1万人に達しましたよ。ありがとうございます、嬉しい。あありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。ちょっとずつまた2万人を目指して、またちょっとずつ毎日重ねて積み重ねていきたいと思います。じゃあランダム読みます。1人目、猫がいないさん、2人目、あきさん、3人目、たけしさん、4人目ゼネコンの鍋さんです。ありがとうございました。じゃあじゃんけんします。せーの、じゃけんじゃんけんじゃんけん、はい、チョキです、チョキです。みんなフォローしてね、フォローしてないよって方。じゃあ6000人以上の方ありがとうございました。バイバイ、ありがとうございました。おやすみなさい、バイバイ。